バウブジフは、ポーランド南西のドルヌイ・シロンスク県の都市。ドイツ語名バルデンブルク。クション主上ポーランド語のベブジックは、市のドイツ語名バルデンブルクが、シレジア方言でウォルブリッジと呼ばれるので、その名前をポーランド語化したものである。バルデンブルクとは、森の城を意味する。バウブジフの名が記録された最後のものは12世紀に、遡る。 12世紀から14世紀にかけて、町は、シフィドニツアヤボルから来た、ピャスト町の公爵によって支配され、クション首張と伸びドブル要塞が建設された。ドイツの都市バルデンブルクは15世紀に、都市の特権を認められた。ピャスト家が断絶すると、後にバルデンブルクは、シレジアの貴族の財産となった。1941年まで城の所有者だったのは、ホーホベルク家である。 一体で炭鉱が最初に言及されたのは1536年である。バルデンブルクは東部ドイツの産業中心地に転じ、19世紀には石炭が豊富にあることから織物業が繁栄した。1843年、市に初の鉄道が引かれてブレスラウトを連結した。20世紀初頭には現在も稼働しているガラス工芸と巨大な陶器テーブルウェア産業が起こり、 工場が建てられた。1939年、市にはおよそ6万5000人の人口があった。市は、比較的、第二次世界大戦の被害を受けなかった。住宅の再建と町の行政地区が近いことから、その結果バウブジュフは、地理的に拡大した。1990年代初め、新たな社会的、経済的状況となり、町の炭鉱の閉鎖が決まった。 1995年産業工学博物館が開館した。現在の主要産業は自動車工業でトヨタの大規模な自動車用エンジン工場とその下請け企業が集積して栄えている公園から市を眺める旧市街広場。ありがとうございます。